ーマイカラーです。はい、というわけで、はい、この2人の画角めちゃくちゃ久々ですね。めちゃくちゃ久々ですよね。ほんでこれ今日ライブ配信の日なんですけど、はい、実は後撮りとなっております。はい、そうです。後撮りなんで、はい、ちょっと映像を見ていただければ分かりますけど、はい、ちょっとふわふわした状態でお送りしております。そうですね、ふわふわしてるんで、今日はね、彼に全部任せます。オープニングですから、はい、一切喋りません。はい、今日の企画なんですけど、はい、ちょっと前々からライブ配信終わった後に話があるからちょっと時間欲しいってみんなに伝えてるんですけど、うん、僕が YouTube を抜けたいっていうドッキリじゃないガチをみんなに仕掛けようと、はい、ドッキリじゃないねんけどガチやねんけどやめはしません、うん、やめはせえねんけど結構ガチの話をしてドッキリ風に撮ろうと思ってるんですよ、うん、ちょっと複雑な企画になってるんですけど、まあ、見てたらわかるよね。見たらわかります。あ、2人もう後撮りやから、はい、言えるけど面白い反応してます。いいですよ、はい、いい反応してくれてます。非常にいいです。チーとチャンネル、うん、んで僕が飛んでます。飛んでます。なぜかなぜかね、うん、ふわふわしちゃってるからね。はい。はい、っていうな感じで、まあ、見ていただければわかると思うんで早速、はい、VTR の方を見ていただきましょう。はい、それでは VTR どっ。ライブ配信終わったぞ。お疲れ。あ、お疲れ。見てました。あ、見てたんや。あ、コメントせえよ。いや、見ながら子育てしてたんで、すいません。えらい。あ、お前タバコ吸う？いいよ、コメントができず。なんでコメントせえへんねん。見ながら子育てしてたんですよ。今言いましたよね。タグ話したいことあるって言ってたんですか。あ、そう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 。いや、その話したいことというか、うん、そのちょっと、うん、まあ前からあれやねんけど、ちょっと YouTube を抜けたいなっていう。おー、ちょっとマサヒロにはこんな話してねんけど、ちょっと抜けたいなっていう。誰か。あ、僕です。なんでこいつこんな顔で聞いた。結構ガチで前から聞いてたよ俺。言ってたよな。俺3月ぐらいから言ってた。そうやね、考えてて、ジュンジュンのと被って言いにくくなった。言いにくくなったし、もそのな、チャンヌがあの時めちゃめちゃ頑張っとったやん、うんうん、今の状態では言えんなとか、もうちょっと頑張ってみようとか、週5月だって週1なったしとかいろいろ考えてんけど、そのまあ大元の理由がそのなんていうの、YouTube しながらやとその働く時間が少なくなってもやな。だからそのちょっと抜けたいな、抜けたいというか、そのまあ臨時的にというか、はいはいはい、俺の中ではでも復帰するとしても、まあ、俺の中の予定では2年後とか3年後ってなってしまうから、その一応その俺の中では抜けたいなっていう。なるほどね、うん、いう話をちょっとしようと思ったから、ちょっと今日時間空けてもみんなおる時も今日やから、もうジュンジュンなんかもほぼメインじゃないからな今。まあでもその第一優先としては俺的にはそっちを先にしたいから。そう、なるほどね。そうなの。いや、なあ、正直なところで言うと、うん、しゃあないと思う。あ、もう抜けても。うん。ガチな話でいくと、まあ俺は今のところ辞める気はないねんか。うん。でも、このレベルをキープさせるというか、こっから見つけていくぐらいのレベル感でいいかなと思ってるね、今 YouTube。 言うてもまあ5000人おるから、なんとかしたら、もしかしたらこのチャンネルなんとかなるかもしれへんというか、うん、まあちょっとずつやっていって、どっかでバン跳ねたらいいなとか、まあなんか変な話、成功せんくても、もう何 ?500 本ぐらい動画買ってんのか、うん、思い出としてんだよ。思い出としてもありやし、なんかそういうの見返した時におもろかったらええなとかって思ってんねんけど、
なんかな、その順々の時も言ってんけど、完全抜けるっていうよりかは、言ったらもう立ち位置みたいなのはもう別に変えんでいいかなと思ってて、うん、言ったら別にもう 5人がメインメンバーになってるやん、もう今、うん、で脱退しますっていうよりも、うん、なんか理由つけて、うん、別に休業にもしてもいいし、言ったら順々も今そんな感じやんか、せやな、うん、で別に編集はもうそれはしゃあないから、うん、抜けてってやって、うん、決意やったら別に3人減らしてもいいと思ってんのよ、週3に、うん、そうだよな、だから言い出せにくかったというか、うんうん、俺の中ではもうほんま3月、俺が一番その思ってたのが3月、めっちゃ忙しかったよ俺、うんうん、3月思ったのがなんかその今までは家族の時間を作ってあげないとっていう感覚やってん、うん、家族の時間を作ってあげないとって、うん、上から目線というか、うんうん、ただその忙しい時にやっぱいろいろ考えてて、第一はやっぱり家族の時間を作りたいって思ってん、うんうん、俺の中で作ってあげたいじゃなくて作りたいって俺の中で思って、うんうん、ってなると一番時間使ってるとこどこやってなって YouTube っていうやっぱ結論になるやん、やっぱりだって編集で何時間使ってる、撮影で休み1日潰れるってなったら、そうなの、そこが一番大きかったかな俺の中で。なるほどな。そう、俺これ正宏には言ってんねん、でチャンヌイはあ、もう言ってんねん、そう初めてやったし、うん、新一にも、まあ、順次はほんまにあれかなっていいかなと思ったから、新一的にはいや、まあまあ、なんかそのほんまになんて言うやろ、なんかしゃあないなって感じ、俺も、ああ、うん、なんか俺は結構そのなんかその YouTube は続けたいと思ってて、うん、なんかどっかで花咲くかもしれへんやん、うんうん、せえな、可能性というかな、うん、っていうのもあるから、なんかその、抜けるっていうかは、順々みたいな感じ。はい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 、はい。の方がなんかいいかなって思うな。1年半以上もやってるし。なんか、俺そもそもだって、初期メンバーその3人なわけやん。まあな。まあ話し出したからな。初期で初期メンバーというか、うん。最初話してたもんな。乗っかった人間やけど。でも初期メンバーはあれやで、うん、5人やで、あの5人ってクーマも入れて6人か、うん、俺らは言ってただけやから、ただ単にやろう、やりたいなっていう話しただけ。いや、これなんかジュンジュンがあのこういう話した時に家帰ってから、俺ジュンジュンの時にめっちゃ言ってんやんか、その抜けんでいいというか、うん、ジュンジュンサブメンバーになりたいって言ったんや。あ、抜けるじゃなく、そう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 、ちょっとまあ、こういう理由でみたいな話したときに、別にそれはいいんじゃないっていう、メインメンバーのままでなんかこうした方がいいんじゃないみたいな。で多分その帰って考えたときに、タクもジュンジュンもそのほんまの多分理想ってこんだけ俺らに言うってことやから、まあ、正直多分スパッともうなしというか、もう完全抜けるぐらいの、なんかそのな、まあその言い訳になるけど、まあ、迷惑かけたくないというか、うん、その変に期待させたくないっていうのもある、うんうんうん、で、その、そこで言うと、タクがそういう状況やから、俺らが期待するとかも、迷惑とかっていうのも、なんか、後々考えた時に別にないなと思ってて、うん、そもそも、まあ、ほんま、完全な友達同士でやってるわけやし、うん、状況知ってる、しかも、本音やったら、まあ、ようできんなとは思うし、子供さんによって仕事しててで土日一日潰れるわけやろ。だから正直タクと新一が抜けるとかそのは俺も言えへんのよ、こっちからすると。抜けるとか休むとか系ちょっと無理してもう来てやとか、無理しても編集してやっていうのは、でも言えへんだけでやっぱりさ、人間やからさ思うわけやん、やっぱりちょっとは思うやん、わってもちょっときついなとか、やっぱりその全く思わんってことはないやんか。だからそれで言うと、うん、
あの、まさひろとかには言うねんけど、うん、あの、まさひろと2人とかで撮影とかもするやん。で、2人で言ったら、遊んだりとか話したりとかするときも、うん、タクと新一には負担かけられへんから俺らが背負わなあかんでっていう話を結構するよな、うん、だから別にそこはほんまにもうちょっとやってほしいとかも一切思わんかったし、うん、この1年半あ、嘘でもまあそれはあれやし、だからそのもう完全やめますっていうのは逆に俺らがちょっと嫌というか普通に寂しいというか、あ、やめる分に関してってことね。そうそう、でなんかそれでタクが気使って辞められるぐらいやったら名前だけでもずっと残しときやって思うって。え、でも俺も元から聞いとったけど完全に抜けるとは思ってなかったけど、編集のルーティンから抜けるってことだけやと思ってた。なんでそんな言うの？え？なんでそんな言うの？どういうこと、どういうこと？話持っただけやもん俺が。なんでそんな言うの？お前カメラ回ってるって分かってる？お前なあ、お前カメラ回ってるって忘れてますか？え？なあ、お前覚えてるけどなんで言っちゃう？そんなこと。え？分からん。あれ、俺も分からんからまあカメラは回ってますわ、今カメラは回ってます、今大地がカメラを回してくれてます。大地が今カメラを回してくれてる。どういうこと？ドッキリ？ま、ドッキリではないです。なにこれはむずい。なにこれ？ドッキリではない、ドッキリではない、ガチの話やねんけど、今日大地に連絡して編集のルーティーンは俺の代わりに大地が入ってくれるねん。マジで？そう、大地が週一ルーティンに入ってくれるし、俺もその休日全部は出られへんけど全然出るつもりはあった。こいつが今鼻のなんか分からん、カメラ回ってんの忘れてなんか知らんけど、お前仕掛けに？え、仕掛けに俺仕掛けにやったはずであれ、俺の時ぐらいからこんなに一気に終わると思わなかった。いや、まあでもガチやからな、ドッキリではないけど、ドッキリっぽくしたけどドッキリじゃない企画でした。ガッチリ？ガッチリ？ガッチリ？いや、ちょっと待って、あ、なるほどね、オッケー。うん、でもガチよ、ガチ。じゃ全部綺麗です。全部綺麗、はい、あ、綺麗収まった。はい、なるほどね。まあ今までより、でもほんまに撮影の回数はやっぱ毎回は出られへんけど、減るけど全然協力するし、ライブ配信とかやったら平日だから。なるほどね。この家とかでわずきにしてもオッケー。あれ、なんか あれ俺が間違えた。間違ってたね、大地ね。仕掛けにやもんな、大地。でもきっかけとしては良かったんじゃない？そのネタバラシの、ああ、ネタバラシこういうポジではどう終わるんかなと思ってたから。でも良かった、ちゃんと締めてや。あの、一応動画やからこれ動画になってるから、動画回してるからね。え、これ使う？え、使うよ、余裕で。暑いねんけど、普通に。お前全然いいやん、なんか終始ヘラヘラしやがって。カメラに気づいてたんか、俺は気になる。全く気づかなかった。マジで？めっちゃうまいことピコって聞こえてんけど、うん、なんか、あの、新一を探してたやん、うん、俺も、あれはバレてないなと思った。そうね、なんかちょいちょい見てるんかなと思って。で、俺話聞いてたやん。俺ずっとここ見ながら話聞いてたなあ。だからもう気づいてくれたかなって。いや、違う違う、カメラ見ながらがっつり話してる時に完全大地はあの外やったから、え、大地今何してんのやろと思ってちょっと見てる。大地はこれドッキリやんか。うん、なんか俺もちょっと引っかかった感じするから、うん、俺も500円払うわ。あ、そっか、あ、罰金やんか。こいつもやん、じゃあヘラヘラ。おい、ヘラ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 も500円罰金ね。あ、ごめん、全然聞こえへんわ。電波悪い、電波悪い、電波悪すぎる。聞こえてるやないか。全然聞こえへん。はい、というわけで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。手振って、しんいち。バイバイって。バイバイって。バイバイって。アホかな。
この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。